はいどうも、アンギズリグです。どうも、青森のシオンフォックスです。どうした、今日どこから来たんですか。青森空港から来ましたよ、私は。声大丈夫です、もう。なんで緊張してるんですか。じゃあもうちゃっちゃと開けましょうか。ちょっと開けるの。なんかジジイさん見てますとか。はい、じゃあエアソフト97の5万円福袋、5万円福袋シオンさんが買ったので、ここで沖縄の地で開封したいと思います。ありがとうございます。なんかね、はい、荒いね。開封動画お楽しみに。今回はですね、なんかもう透明なんだけど、これ。どういうことですか、これ。これはですね、事前に中身が見えないように包装してくださいというふうに備考欄に書いていかないと、こういうふうになるらしいです。あ、なので皆さんももし通販のお店を頼むとき、まあ親とか家族に見られたくないと思ったときは、備考欄にちょっと中身が見えないように包装してくださいと。と包装するわけですね。やればバレずにいけると思いますので。まあもう外箱分かっちゃうんだね。バレちゃうからね。はい、じゃあ行きましょうか。何が欲しいんですか。そうですね、やっぱり面白いやつ、ネタのやつ。今回5万円って10が1個って結構多いよね。そうね、最近多いね。前2つぐらい入ってたけど、2丁だと思ったんですけどね、意外と1丁しか入ってなかったから、おっと、この贅沢め。じゃあシーマ5丁とどっちがいいですか。シーマ5丁がいいな、俺。マジ。うん、スターじゃないんだからさ。はい、じゃあ開けていきましょう。もうぎっちり積んでんね。うん、何これ。あれ、なんかでかいよこれ。ちょっと膨らんでますね。ICS エアソフトガン。でもこの状況では名前載ってないんだね。そうですね。なんか MP5 とかさ、一瞬見えましたけど、やっぱりここは中を見て確認しましょうか。どうせね、福袋なんか全部 M4 しか入ってないと思うのよ。まず小物から。はい、小物から。5万くらいのどうせ FET。 はい、小物からいけ。小物からいけ。はい、まずこれは。はい、まずね、はい、小物。はい、まあアンテナモンキーパンチ。あ、違う、モンキーポンチじゃない。ルパンじゃない。ルパンじゃない。おいくら万円。おいくら万円。3996円。はい、なモンキーポーチ。ほっとこ。いくら。普通の2点だけど5000。今度の US1001 コブラワンポイントバンディー。あ、ワンポイントなのね。ですね。うん、値段がですね、5508円。はい、意外と高い。はい、次。ほら、長いバレるんじゃないかな、これ。ほら、M4 やん、これ。まあ、あ、な、え、長いな。M4 マガジンだよ、これ。M4 ってこんな長いマガジンありましたっけ。いや、なんか、あ、しかも多段層だよ、これ。あ、両方ともですか。多段層、はい、両方多段層の。はい、マガジン、3888円。はい、が2つ。スチールマガジン。はい、2つ。スチールマって書いてます。スチールマ？それマ？それマ？それマ？マ？マ？それマ？スチールマ？マ！はい、M4 なんですね。はい、開けてください。はい、どうせ M4 でしょ、またどうせ。それでは行きたいと思います。FET さあ、行くよ。おー、ガリレアン！ガリレアン、これ！何これ？もう、ガリレアン！ガリル？じゃあ、M4 じゃない？ガリル？ガリレアン！ガリル出たぞ！ガリル出たぞ！ガリルが出たぞ！出たぞ。待って、これガリル。じゃあ、あのね、持ち主の前に俺がさ。いや待っ て, ってこれはってこれは賞味ね。これは賞味。おこれ銃1個でええやん。銃の、なんか1個でしょぼいなって言ってたけど、あっきり5万円っつって、銃が1個って結構。今5丁がいいな、俺。俺1個でどうせ M4 の FPT 付きでしょみたいなね。やべえな、なんかこれ大当たりじゃないの。ガリルじゃん。これやばいっすよ、シオンさん、これ。あの、標準バイポッドついてる。バイポッドついてる。やばい、ほら。あ、懐かしいっすね。シオンさんに渡してあげて。俺の銃やで。見て見て見て、見てこれ、ほら、ウッドだよ、これ、ウッド。ストック。しかもね、めっちゃ軽いんだよ、これ。マジ？うん、めっちゃ軽い。で、待って待ってよ、待ってよ。ガタイガタイガタイ、軽そうに見えるね、ボーイズみたいな。でもね、手プルプルしてる。昨日の2日が残ってる。手プルプルしてる。ガリルはやばいな。すごいですね。俺これだったら銃1個でいいわ。贅沢言わねえよ。すごいですね。さっきシーマ5丁でいいって言って。シーマ5丁でもいいんだけど。いやシーマ5丁のこっちの方がいいわ。すごいな。まあもうこいつだけでね、福袋の5万円相当超えてる。ん、56,200円。やばいね、大当たりだよこれ。すごいなこれ。これそうさ、怒られるでこれ。え、ルーキーだな、ルーキーだな、まだ。
なんて思った。ルーキーだな。いや指には言ってなかった。もうもう、もう、と、もう俺を殺したいようにね、もう指こっちで。いやちょっと責任の裏で。怒られて。グレーゾーンはあかんね。どうですか。当たった感想は。いや想定の範囲をはるかに超えてたのでね。想定の範囲を聞こう。想定の範囲は ICS だから、うん、あの何かしらの M4 とか、うん、まあ、T モットとか。M4 自体ハズレじゃないの。いやいやいや、でも T モット持ってないんで、うん、最悪それでも当たりだと思ったんですけども、うん、全く想定の範囲外。M4 のキーモードはもうほぼ外れじゃないよ。大概みんな乗ってるでしょ。私はその大概の一人じゃないんですね。他にもついてるね。おかしいだろ、はい、多段層2つ入ってて、入ってて、まさかさっきの、こっちもついてる。多段層、動くの多段層。これは、あ、これは別、これも多段層やで。これスチール。あ、これもこれ、ま、あ、まじゃない、スチールは。まあね、まあね、これね、あの4つ多段層ってことはもう完全に殺すマンだよ。フロートの打ちまくれてる。完全に殺すマンだよね。うん、ね、あのこういうホップアップになってますね。あの分かる丸いの AK とか、ここのあちょっとこ う, そ う, そ う, そう前後で前巻きじゃなくてね、前後調整ですね。これでもね、ここ持ちはやばいと思う、うん、M60 みたいに折れるかもね。あ、ここは折れるかもしれない。あ、うん、じゃああんまりちょっとあれ展開してやばいっすね、これ。これはやばいな、俺がやっていいのか分かんないけど、これはもうナウイジュー、ナウイジューですね。あの昨日雨降ったんだけどね、それで俺にやらせてんのかな。湿ってきたね、俺の服が。それではしおんさん、まずはですね、はい、実写をしていきたいと思います。 ET1 のリポバッテリー、7.4V、 一応 800mAh のアンペアのやつをついてます、ね、はい、じゃあそれではやっていきましょう。前に引っ掛けて AK のように、はい、高速ミティーでいきます。はい、OK、こんな感じです。どんなですか。ちょっとセミのね、キレがいまいちですね。そうですね、なんかまあやっぱり電子トリガーが入ってるわけじゃないので、やっぱそんなもんですかね。はい、じゃあ次フロード。はい、もう一回セミ、もう一回セミです。というわけで実際に打ってみたんですけども、やはりチャンバー周りであったり、何でしたっけ、ノズル周り、ノズル周りがもうちょっとカスタムしないと、やはりちょっと実戦で使うのは難しいということが分かりました。ということで、ということで、ということでカスタム依頼を97さんに、はい、というわけで早速キューナーさんにカスタム依頼をしたいと思います。そのまま置いていけばもう沖縄に。それでは以上、キューナーの5万円福袋でしたね。はい、どうも皆さんありがとうございました。何か言いたいことがあれば最後にどうぞ。はい、皆さん福袋選びは慎重に、かつ自分の収入に見合った金額で買いましょう。そうですね、福袋はね、楽しみを持って買いましょうね。はい、はい、そしてどんなものが当たっても決して文句は言っちゃいけませんよ、皆さん。シーマ5本でも、それは言っていいです。それは言っていい。5万円でシーマ5本でも君は文句言われるか、うん、あのクレームは妥当です。はい、じゃあ以上しおんさんの福袋動画でした。ありがとうございました。はい、青森でまたお会いしましょう。ではさようなら。全部潰しやがった。何撮ってるの。今指名の挨拶したんですよ。指名の挨拶に物かぶりしました。しおんさんのあれじゃないの。うん、そうで、指名の挨拶したら物かぶりしました。あ、そうなんですか。誰と当たったとかよ。私とラブライブがどうの。最後に、あなた的なガリルの感想。ガリルの感想は、ガリルの感想、ガリルは最後にあのね、よくこのステーキを焼くのに、はい、今日最後、はい、ガリルはグリルね。それグリルですね。ということでガリルは最高です。はい、ありがとうございます。まあ俺なんか使ってないんだけどね、俺が締めていい。じゃあ青森かけて、なんでこんなにドキドキしてるの。ん、なんでこんなドキドキしてるの。緊張してるから。緊張するこれする、これにこれすべてに
今日ガリル使った使ったカスタムが必要です。カスタム、はい、あ、そうなの、玉殺したの、はい、うん、ちょっとね、やっぱり、はい、あ、まあ、5万6千円だからね、そういう時に役に立つのはやはりエアソフトキューナーさんでございます。エアソフトキューナーさんのコックに。はい、じゃあそれではまたね。またあの世で会おう死んでんじゃねえかよはい。